こんにちは、秋葉原ジジイ佐藤ちんです。今回はこちらに来ました。パセラ秋葉原電気街店バーリズムです。7つの滞在グランドクロスのコラボカフェ、コラボバーということでやってまいりました。見ていきましょう。でここは11時半からオープンしております。意外と平日祝日が24時30分ま で金土を祝る前日 AM5 時までやってます。すごいですね。それでは行ってみましょう。7つの滞在、秋からねまた新しいアニメもやるんでね、また盛り上がると思います。行きましょう。入店入店。どうですか、見ている子供のみんな。ここが大人の空間です。いやすごいですね。モニターにはですね、グランドクロス、7つの滞在グランドクロスのゲーム画面が映っています。で店内はこんな感じです。貸し切りですから。はい、壁紙見ていきましょう。こんな感じにですね、貼られているとキャラクターが、多分7つの滞在ファンにはもうやばい空間なんじゃないですかね。でこっちにはですね、またキャラクターが描かれています。まだ我に返ってないですね、この状態。はい、もう下手げなことになって、ガチ勢に怒られちゃう。ふんわりとお送りしています。あ、すいません。自分もめっちゃ好きですからね。映画も見に行きましたし、アニメも全部見ましたから。 UM もやってますから。じゃあね、今回はここでお食事したいと思います。メニューはこんな感じとなっています。バンの新作料理、ディアヌ・ギデオン・カルツォーネ。ディアヌ・カルツォーネっていう料理なのね。そしてフォーク念願バンの飯。フォークはね、残飯しかね食べてなかったんで、やっぱバンの飯食べたかったんじゃないですかね。これ食べたいですね。そしてゴーセル・ココロリゾット、無慈悲な太陽・クルーエルサンカレー、そして豚の帽子亭スイーツプレート。豚の帽子亭の感じになってますね。これ上何でできてんだろう。ロールケーキ、ホイップクリーム、バニラアイス、あ、コーンでできてるのか、なるほどね。そしてマーリン宝飾トースト、これ一人で食べたらもう満足できますね。で裏に行くと飲み物になりますね。メリオダスマンゴーラッシー、これ飲みたいですね。エリザベスホワイトピーチバン、富士見のブラッディオレンジ、生命の泉、お、これもいいな。そしてキング友情のフロート、魔人族の血、アルコールドリンク、あ、これお酒なんだ。そして豚の帽子で自慢のビール風ドリンク、これはソフトドリンクですね。で2種類ありますね。アルコール、バーニャ村の麦酒カクテル、そしてホークストロベリーミルクティーからのマーリンインフィニティ。インフィニティすごいな。これはどうなんだ、蜂蜜レモンってな感じなんですよ。そして注文したのがこちらでございます。僕のご飯、食べたかったんすよこれ。一見シンプルじゃないですか。今ね朝なんですけれども、超食べたい。そしてこちらメリアダスマンゴーラッシー。よくね僕カレー屋に行くんですけど、ラッシー好きなんですよ。最近ハマってます。ということで食べていきたいと思います。朝に最高、体に優しい味がします。で最近刺激物結構食べてたんで、本当に最高に美味しい。いいベーコンしてますね。これ一つでかなりボリューミーなんで、こうね大食いな方はね他も頼んでみてはいかがでしょうか。続いてはこちらメリオダスのマンゴーラッシーです。料理が得意なメリオダスのドリンクだけれども、味は保証しますと。飲むヨーグルト、マンゴージュースって書いてありますね。いただきます。さっぱりしてて美味でございます。
やっぱ最近個人的な感想なんですけど、いろいろなコラボカフェとかで結構健康志向ですよね。なんか美味しいってことです。おじさんにも美味しいっていう感じでございます。それではいただいていきよう。最高に晩の飯、うまかったです。ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかったんでね、ぜひね、皆さんも来てみてはいかがでしょうか。以上、飯コーナーでした。確定ガチャチケット、確定チケット回していきたいと思います。見てください、神引き、まあ、確実に出るんだけどね。行くぜ。このステップアップからの、今ねちょっとステップアップが弱いけれども確定なんだ。引け、放て、ドーン、確定なんで全然 OK。 まあこんなもんだ。はい、やりました。リムルテンペスト、主人公ゲットです。余裕でしたね。はい、それではこちらのガチャもやっていきたいと思います。参りましょう。はい、神引き見せるんで見ててください。いやースキップしようかな、迷う。でも見たい気持ちがある。最初のステップアップだけ。ここで金が、今度こそ蹴りをつける。レインボーではない。うわー、まだある、まだある。この後にヒーポチッ、惜しい、惜しいとかないけど。20連目、お、次の11連ガチャで SSR キャラ確定ということで出しましょう。何の SSR が来るのか、じっくり見ていきます。みんなどのキャラクターがいますか。やっぱ7つの大罪って人気だから結構コメントでも聞かれるんですよ。誰誰推しですか、誰推しですかって。僕はね、よく言ってるのはエリザベスって言っております。それからメリオダス、結構キングも人気だしね。まあいろいろね。おお、すごい、今確定枠とあと一つ SSR あるんで、さあ取るか。俺っちの勝利、出ちゃいましたね。ヘルブラン強いっすから、いまだに強いヘルブラン。 SSR 神引きでございます。であと1枠あるんで、スレイダーからのマルマス、セイキシースレイダー、ドレファス。さあそろそろ確定枠かな。グリアモード、おじいちゃんケイン、聖騎士を見くびらないでください。グリアモールの SSR でございました。ボーナスキャラ新しいですね、持ってなかった。おー、持ってない2キャラの SSR ゲット。なるほど、あと何回引けるだろう。あと30年いける。俺は仲間を見捨てない。それで行ってみましょう。3、2、1、シュッ。
キュッ。どうだ、どっちを引くべきだ。掛け合わせをするか、掛け合わせをしたいからこっちのガチャでいきたいと思います。ん、初めて。これがヘンドリクセン、ドルイド。ラスト SSR 確定です。3、2、1、ドン。ラストガチャです。いきますよ。さあフルカウンターからのメリオダスが、これで2体ぐらい出てきたらハッピー。今度こそ蹴りをつける。シュッ。ただ2個来てる。すごいすごい確率、みんなハッピーになれるこれで。さあルイン、さあなんだ。おお、スレイダーの SSR、 ハンター、ワインハイトからの、ワインハイトからのスレイダー、スレイダーめっちゃ出るね今日。マルマス聖騎士、そしてフリージア聖騎士、ジュド聖騎士、ドルファス聖騎士長。さあそろそろ最後でございますよ。聖騎士ジェリコ、聖騎士ガチャになってる。さあここだ。まさかの妖精フェルブラムということで。パン。持ってました、両方持ってました。こんな感じです。はい、最後にですけども、こちらこれやってるんでやっていきましょう。 A グループと B グループランダムで販売、2種類ね、1つずつ使って何が当たるのかね、やっていきましょう。やっぱり狙うのはエリザベスでしょ。キングもいいですけどね、メリオダスとかも。みんなはどのキャラが好きですか。バーンもいいですね。ランダム B、 グループ B、 ここでの運試し最後いきます。はい、こちらがアクリルスタンド B と A ですね。じゃあこちらが B、 ドン。はい、裏姿、これはマーリンと見た。正解、マーリンでございました。セクシービジョン。で最後は A、 君に決めた。最後でドン、ディアーヌと見た。はい、このね、裏のシルエットでなかなかね分かっちゃうっていう感じでしたね。やっぱり 両方ね、僕なんで女性が出ました。というわけでいかがだったでしょうか。すごくね美味しくて楽しめる空間でした。ぜひね、ナナトの滞在好きな方は来てみてはいかがでしょう。ここにねポークちゃんもいますし、ここにね、感想ノートっていうのも書けますね。お、すごい熱いファンの、うわ、うまっ。まあ、来てみて楽しんでみてください。やっぱね、絵うまい人多いよ。美味しかったです、リアンヌ好きと。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画楽しかった方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おいなに、おいなに。はい、それでは最後に僕も書いていきたいと思います。で特別にね、この裏表紙に書いて OK ということで、ちょっとサイン書きましょう。薄めでお送りしております。